映画影踏み全国公開記念舞台挨拶が16日、都内、テアトル新宿にて行われ、山崎正義、小野真千子、北村匠海、監督の篠原哲夫が登壇した、6464クライマーズ、はい、などで知られる作家、横山秀夫の同名、小説を映画化。単なる空き巣とは異なり、深夜に寝静まった民家に侵入し盗みを働く泥棒、通称、のびし。その忍び込み、の技術の巧みさゆえに、警察からのび壁とあだ名されるほど、の凄腕ののびし、真壁修一は、ある深夜、県議会職員宅に忍び込み、偶然放火。殺人未遂を目撃する、この事件をきっかけに、真壁がずっと心の奥底に押し込めていた20年前の事件の記憶が呼び覚まされ、彼を取り巻く運、命の歯車が動き出す。山崎正義が約14年ぶりに長編映画の主演を務めるほか、北村匠海、小野真琴、千子、滝藤健一、中尾明義、大竹しのぶらが出演する。山崎は本作が先日の群馬選考公開に続き、ようやく全国公開を迎えたことにやはり、不祥事だけは避けたいなと思いました。章、何があるかわからないじゃないですか。警察の厄介にならないように時をつけていましたね。キャストの皆さんにも何事もなく嬉しく思いますと山崎節全開のコメントで会場が大きな笑いで包まれた。共演の北村は宣伝活動も大変で、自分の演じた役の設定をネタバレせずに話すことが難しくて、取材時も答えることができなかったんです。撮影当時から約1年半経過していて、2歳も年を重ねているので、やっと公開を迎えることのできた嬉しさと寂しさがありますと、本作のプロモーション時の苦労を吐露。篠原監督も23年前にガツとキャベツでミュージシャン役の山ちゃんが本作では泥棒役ということで、山ちゃんの新しい魅力を見つけられたと思いますとコメントした。本作が初とも縁だという山崎、北村翔吾のはお互いの印象を聞かれ、山崎は匠くんとは本読みで初顔合わせしたんですよ。そうしたら台本をコンビニの袋に入れて、格好も半ズボンで形に即われない破天荒な一面を見せてくる子なのかなって思ったんです。でも撮影に入ると気をやってくれて、役と同じで弟に徹してくれて、フランクで打ち解けやすかったです。小野さんはエアドラマでご一緒してたんですけど、こんなに面白い人だとは思わなかった。お二人とご一緒できて楽しかったです。と共演した北村、小野への感謝を述べた。それに対して北村は、本読みの時の服装は間違えました。
英説だで天才とかか。レタトレーナーを着ていて最悪でしたね。二十歳のあの時は反骨精神があったのか。な、しょう。それでもお二人が現場でも優しく、フランクに接していただいたので楽。しかったです。小野さんはとても良い意味ですごくパワフルです。とコメントし、すると小野は緊張したままだとお芝居ができないのでひたすら喋っていたいんです。山崎さんは関西の人だし盛り上げてくれるかなと思ったんですけど、寡黙で真面目なんですよね。翔、たくみくん。二十歳だからやんちゃ感があるかなと思出たら喋る時のトンが低いんで。強、翔。それでも話していくと楽しくなって仲良くなりましたね。と撮影から公開を迎えるまでの時間を共にしてきた息の合ったトークを披露し、会場を盛り上げた。そして、イベントは終盤となり映画の大ヒットを祈願し、群馬名物高崎だるまが登場。本作の公開を記念して用意された高崎だるまの顔は主演の山崎の似顔絵となっており、登壇者を代表し山崎がだるまの命令をすると墨が滴ってしまうハプニングが来コルモ、山崎ま、北村のラストシーンの涙が流れるシーンを再現したんです。と臨機応変な対応を見せ会場をさらに盛り上げた。最後に山崎は本作は最高のキャスト、監督、原作者、スタッフと一生懸命作りました。この映画はネタバレしてても楽しめる映画だと思いますので、この映画を愛してやってくださいと挨拶しイベントは終了した。映画影踏みは全国公開中。C2019影踏み制作委員会映画ランドニュース。映画を見に行くなら映画ランド。